高一の息子が言いました。俺も今度の共通テストで同日模試を受けないといけないんだよね。あら、もうそんな年？できたら3科目で3点取りたいな。そりゃ無理なんじゃない？共通テスト難しいわよ。俺の友達のなんたらくんは500点を大幅に上回っているよ。え、高一で？あなたのお姉さんと同じぐらいの点数じゃないの。3科目でだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。さ、3科目で高一が500点を大幅に超えているの。え、まさか姉さんは全科目で500点強なの。いや、姉さんはモシだから。いや、俺らもモシだし。ちょっと見せて。あんなに勉強してるのにどうしてこんな点数なの。そこなのよ。サボっているのならまだしも、あれだけ勉強してこの点数なのよ。あなたにも同じ血が流れているから、勉強してもしてもダメかもしれないわよ。息子はそのまま黙って勉強を始めました。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。